って俺がもうなんか NG 出しちゃった、うん、いやまあでもおもろかった、うん、テイク2じゃあ俺ね、行きましょうよ。俺の番、これちょっとニュアンス違うんだけど、500円の効率の使い方するより、なんか本来は結構かかるものをいかに500円に抑えるかっていう、ちょっと格の違うアプローチをしてみたんだけど、これ温泉旅行、ドライブの温泉旅行。なるほど。これを500円に抑えることができる。方法があって。どういうことこれはズバリ言うと、ドライバー運転手をみんなやってください。これなの。お、意味わかんない。運転手で、なんかまず車とかあるでしょ、うん、車の手配とか予約とかも全部自分がやる、うん、で、もし家に車あるんだったら自分で車出す、はいはい、で、そして運転とかもなるべく半分以上は自分がする、はいはい、そしたら誰かがお前負担しなくていいよって言ってくる可能性がある。ああ、なるほど。だからその分自分の交通費、なんか高速代とかガソリン代とかが浮く可能性があるよ。で、大学生のみんなドライブっていうのが結構する気がするね、うん、で、もし仮になんか友達の中でなんかこう、なんていうの、ちょっとお前も払えよみたいな感じ出してくるやつとかも多分いると思う、うん、そうなったらちょっとだけお金あげて徴収する。ガソリン代とか、はいはいはい、高速代とかを1000円ぐらい上げて徴収するっていう。ガソリン代とか高速代とかを1000円上げて徴収するっていう。これは自請求をするっていう。そういや、そうじゃねえよ。犯罪者の手口。でもその言い訳とかはいっぱいあるから。言い訳とか500円はこれゼロじゃん。これは温泉旅行行ったから絶対温泉は入った。絶対温泉は入った。うんだな。自分の金で温泉は入る、うん、500円だけ、500円だけ使って温泉入る。これはポリシー。500円だけ使って温泉だな。これはポリシー。悪い悪い。でもやっぱ温泉はみんな好きでしょ。で、友達と行く温泉なんてめちゃくちゃ楽しい。でさ、友達に悪いなって思わない。いや、運転してるから。運転してるのにちょっとだけなんかお前も金出すみたいな雰囲気出したらこっちが悪いじゃんっていう思考回が俺は必要だって。なるほどね。友達にお金を出してもらうってことね。結局よしよしよし。いやでもか、補足だね。補足がありますよ。リアルだわ。詐欺罪だね、これは。でも友達を失う可能性あるよ。逆にその水増し分かってる時にちょっと心だから、その高速代の料金とかガソリン代は全部一括して自分が受けよう。で、後で生産的に意識になるんだけど、1人4000ちょうだい、3000リールに4000ちょうだいっていう。じゃあ謝る時もあるってことだよね。じゃあごめんね、ちょっとそうね、高い。そうちょっとそれ演技力必要なんで。確かに結構演技力必要だと思う。ちょっと一回カメラでどういう風にその演技するのかって見たいよね、皆さん。お金取るとき。じゃあいい。いや、ちょっとさ、ごめんだけど、なんかさっき4000円とか言って見積もり言ったけど、ちょっと一応ハイオプチャーで、ちょっと値段高いから、1人5000円。うわ、これやられたわ。やられたわ、これ。これやられた。これやったことない。やられたことある。やったことない。これ見たことあるもん、これ。見たことある、うん、そういうのできるからっていう頭の中での構成だ。マジで。ああ、まあそういうことね。そういうことね、うん、分かったよ。疑惑が分かったよ。 この動画がいいと思った人は YouTube のチャンネル登録お願いします。 OK。 あと高評価も、はい。